貧乏人の寄生虫が、お金持ちの我が家に嫁に来られたことを感謝しなさい。あなたは家政婦みたいに働き続けていればいいのよ。そう言って、私を見下す義母と、それを笑って見ている義父と夫。そんな生活に耐えられなくなった私は、復讐の機会を狙っていたのだ。そして、義実家を訪ねてきたある人物が私に言った。久しぶり。その一言に、夫と義父母は顔面を蒼白にする。私の正体を知った夫と義父母は絶望することになるのだった。私の名前はリコ。主婦業の傍ら在宅ワークをしている。以前は一般的な会社員をしていたのだが、結婚を機に寿退社をしたのだ。私の夫である蒼太は、容姿も良く仕事もできる私の上司だった人だ。蒼太は女子社員からの憧れの的で、そんな蒼太と交際していることが私の密かな自慢でもあった。だから、蒼太からプロポーズを受けた時は、心の底から嬉しかったことをよく覚えている。蒼太の父親は会社経営もしており、蒼太はいわゆる勝ち組という存在。だからか、蒼太はプライドが高く、亭主関白な部分があったが、交際している時は私に優しくしてくれていたため、私はその優しさにコロッとやられてしまったというわけだ。蒼太の亭主関白ぶりは、結婚が決まってすぐに現れた。女は家のことをして、夫のことを支えるのが当たり前だろう。リコには退職して、うちで俺の帰りを待っていてほしいんだ。そう言われた私は、仕事を続けたいという思いがあったが、蒼太の意思を尊重し、退職。在宅ワークをしている現在に至るというわけである。家事と仕事の両立もうまくいっているのだが、問題がある。それは、義母の早苗さんとの関係だ。義実家が私たちの家から近いこともあって、義母は私を頻繁に呼び出すのだ。在宅ワークとはいえ、私にも仕事がある。締め切りに追われている時などは非常に困るのだが、嫁なんだから呼ばれたらすぐに来なさい。と、ヒステリックに怒鳴られるのも面倒なため、私は呼び出しにはすぐに応じていた。義母は特に理由もなく私を呼び出しては、掃除や買い物など、自分でもできるであろう家事を私に押し付けてくる。それだけでなく、蒼太だけを働かせて、あなたは家でのうのうとしているなんて、いいご身分よね。などの嫌味を言ってくるので、義母に会うのはいつも気が重い。ある日の義母からの呼び出しを受けたとき、少し前に友人と外出したため、その時の手土産のお菓子を持って義実家を訪ねた。義母に、この間お出かけした時に買ってきたものなんです。お口に合うかはわかりませんが、よかったらどうぞ。と言ってお菓子を渡すと、義母はお菓子をしげしげと見て、嫌そうに表情を歪めた。なに？この明らかな安物は。貧乏人には物の良し悪しもわからないのかしら？しかも、蒼太を働かせておいて、自分はお出かけだなんていいご身分ね。こんな安物、私もお父さんも食べられるわけがないでしょ。ない頭を使って少しは考えてほしいものね。義母はそう言ったかと思うと、私が持っていたお菓子を私の目の前で
ゴミ箱へと放り込んだのだ。今までも何か手土産を持っていくたびにケチをつけられてはいたが、目の前で捨てられたのは初めてのことだったため、本当に驚いた。どうしてそんなことをするんですか？お母さんたちが喜ぶかと思って、せっかく買ってきたのに。恩着せがましいことを言わないでちょうだい。誰が買ってきてほしいなんて頼んだの？こんな貧乏人の食べ物をうちに持ち込むなんて、失礼だとは思わないわけ？これだから貧乏人は頭も悪くて嫌なのよ。苛立った様子の義母はそう言うと、いいからさっさと買い物に行ってきなさい。本当にいつまで経っても気の利かない嫁ね。グズでノロまでどうしようもない。と私を罵ってきた。ショックを受けた私は義母の言いつけ通り買い物には行ったが、その日から理由をつけて少しの間義実家には行かなかった。すると義母の方から我が家へと訪ねてきたのだ。連絡もなくいきなりやってきた義母は、ああ、お腹が空いたわ。さっさと何か用意してちょうだい。と、ずうずうしいことを言い出した。幸い、私は料理は得意な方だと自負している。冷蔵庫にあるもので、パパッと何かを作れる程度の腕前はあった。できる限り早く、義母のために料理を済ませたのだが、義母は、本当に遅いわね。やっぱりできない嫁は料理の手際も悪いのね。と、また私にケチをつけてきた。私が苦笑いしながら、すみません、こちらどうぞ。と言って料理を差し出したのだが、義母は我が家の掃除が行き届いていないだの、私の家具のセンスが悪いだのと文句を言ってばかりで、一切食事に手をつけない。お腹が空いたと言っていたが、いつ食べるのだろうと思い見ていたのだが、文句をひとしきり言い終えた義母は、じゃあそろそろ帰るわ。と言って立ち上がったのだ。私は思わず、え、食べていかれないんですか？と尋ねてしまったのだが、義母は慌てる私を鼻で笑った。こんな貧乏飯誰が食べるのよ。残飯の方がまだマシだわ。ずっと家にいるのにまともな料理もできないだなんて。本当にどうしてソータはこんなのを嫁に選んだのかしらね。私はこんな結婚反対だったのよ。うちの家系にあなたはあまりにも身分違いだし、働きもしない貧乏嫁なんていらないのにね。嘲笑しながら言われたセリフに、さすがの私も我慢できなかった。お母さんのために作ったのに、一口も食べていただけないだなんてひどいです。それに、私はうちにいますが、在宅で仕事をしています。何度も言っていますが、働いているのは颯太さんだけではありません。きっぱりと言い切った私に、義母は、声を上げて笑った。私を馬鹿にしているその笑いは非常に不快なものだった。在宅で仕事をしているだなんて偉そうに言うけれど、ほんのちょっとお小遣いを稼げている程度でしょ？ソータと同等レベルに働いているようなことを言うのはやめなさいよ。恥を知りなさい。本当に。貧乏人は見えっ張りだから困るわ。私を嘲笑ったまま、義母は我が家を去っていった。義母がいなくなった家で、私は悔しくて涙が出るかと思った。義母が私を馬鹿にしたり、ないがしろにしたりするのは、二人きりの時だけではない。ソータと義父の浩二さんのいる前でも、義母は二人きりの時と同じ態度で私に接してくる。そんな義母の行動を見ても、
ソータも義父も笑うばかりで、かばってなどくれないのだ。義実家で散々馬鹿にされた後、家に帰り、ソータに文句を言ったことがある。どうしてソータは私が馬鹿にされたり、ひどいことを言われたりしていても助けてくれないの？私はすっごく傷ついてるんだけど、助けてくれないなんてひどいよ。ソータは義母の手前、私の味方ができないだけなのではないかと思っていたのだ。だが、ソータは悪びれもせずに言った。しょうがないだろ。リコが貧乏な家の生まれなのが悪いんだよ。金持ちが貧乏に読み下すのは当然のことなんだから。私は、ソータの言葉に唖然としてしまったのだが、ソータは本当に、心からそう思っている様子だったため、反論することもできなかった。それから、私はソータに、義母のことを相談することはやめたのだ。義母からの嫁いびりに耐えていたある日のこと、いつものように義母から呼び出しを受けた。その日はたまたまソータが休みだったため、夫と二人で義実家へと向かった。私は義実家へ行くことは気が重かったのだが、その日は対応が違ったのだ。いらっしゃい二人とも、今日はお祝いだから。ごちそうを用意したのよ。機嫌のいい義母が言うには、義父の経営している会社が大きい案件が取れたとのことだった。その案件がうまくいくと、かなり大きな利益になるようであり、今日はその案件が取れたお祝いだという。ごちそうを前に、私は今日こそは、義実家で楽しい時間を過ごせるかもしれないと思っていたのだが、ご機嫌な義母は、悪口も絶好調だったのだ。本当に莉子さんはラッキーよね。うちのようなお金持ちの家に嫁いで来られたんだから。寄生虫みたいなものなのに、こんなごちそうまで食べられて。本当に莉子さんは幸せ者よ。ソータと結婚できたことに感謝しなさい。義母の言葉に義父が楽しげに笑い、そうだな、莉子さんは貧乏人から一気に金持ち一家の仲間入りできたんだものな、と同意する。ソータはそんな両親の言葉をニコニコと聞いて、莉子は毎日俺に感謝してるはずだよ。なあ莉子。と言ってきたため、私は気持ちが悪くて鳥肌が立った。ごちそうを食べ終わった後の片付けは、もちろんすべて私。リビングで談笑するソータと義父母には、私のことなんて見えていないかのようだ。まるで家政婦のような扱いに、溜まっていた不満が爆発した私が、私は家政婦じゃありません。こんな扱い、もう耐えきれません。と思わず言ってしまうと、義父母はポカンとし、ソータがため息をこぼした。あのなあ、リコ。父さんは会社経営をしているんだぞ。そんな父さんを母さんは長年支え続けてきたんだ。リコは尊い両親に感謝すべきなんだよ。家政婦みたいに働くのは当然のことじゃないか。ソータの言葉に絶句した私は、その日は黙って片付けをこなした。だが、私はこの日、ある決意をして、とある人物に電話をして、復讐のチャンスが来るのを待つことにしたのだ。それから、また時が経ったある日。その日も例のごとく、私は義母に呼び出されて、ソータと一緒に義実家へと訪れた。義実家にこれから大きい案件の代表の方が来るそうで、おもてなしの手伝いをするために呼び出されたのだ。義実家を隅から隅まで掃除させられて、手料理も作らされて、
馬車馬のようにこき使われた。それなのにもかかわらず、なんてのろまなの？こんなんじゃお客様が来るまでに間に合うかわからないじゃない。帰省中なんだから少しはうちの役に立ちなさい。と、義母は罵声を浴びせるばかりで、一つも手伝ってはくれなかった。なんとか掃除と料理が終わったところで、インターホンが鳴る。義父が慌てて玄関へと向かい、招き入れたのは、取引先の代表だった。代表がエプロンをつけたままの私を見たため、義母はニコニコと愛想笑いを浮かべながら私を紹介した。これは家政婦です。お気になさらず、ささ、お座りになってください。と、ソファーへと促したのだが、代表は動かない。私の方を見て、微笑んだ代表は優しく、久しぶり。と言ったのだ。え？と動揺している義父を無視して、私も笑顔で挨拶をする。久しぶり、お父さん。お父さん？義母が衝撃でひっくり返った声を上げる。そう、義父の大事な取引先の代表とは、私の実の父、誠一だったのだ。蒼太と義父母が呆然としているのも無理はない。彼らは父と対面したことがなかったのだから。父は多忙であり、ずっと海外を飛び回っていたため、結婚する前もその後も対面することができていなかったのだ。結婚する際に蒼太は電話で挨拶はしていたが、こうして本人に会うのは初めてのことである。もちろん家族になるにあたって父の写真を蒼太に見せたことはあったが、もう随分前のことであるため、現在の父とはギャップがあり、代表が父であることには気がついていなかったようだ。蒼太と義父母は現実が受け入れられなかったのか、しばし呆然としていた。しかし蒼太が一番にはっとある事実に気がついた。誠一さんがリコの父親っていうことは、リコは蝶がつくお嬢様じゃないか。今までひけらかすこともないので隠してきたが、実は私は総資産50億の会社を経営する父の娘、つまり社長令嬢だったのである。わなわなと震え出した義父母に父は貼り付けたような笑顔で言う。仕事の話も兼ねて娘の様子を見に来たんですが、家政婦というのはどういうことでしょうかね。父の質問に蒼太と義父母は動揺し出す。蒼太は私の両肩をつかむと、どうして今まで黙っていたんだよと私を問い詰めてきた。だって私の実家が資産家だと知られれば、その資産を狙ってくる輩が群がってくる可能性があるでしょ。それが嫌だったから黙っていたの。お金持ちだってことを振りかざして、誰かさんたちみたいに偉そうにするのも嫌いだったしね。私が嫌味っぽくそう言うと、蒼太は顔を真っ赤にする。父は私を守るために私の母の姓を名乗るように教え、子供の頃からそれを徹底するように指示してきた。私も父の教えに忠実に従っていたため、これまで蒼太と義父母に資産家の娘であることはバレていなかったのだ。しかし蒼太は納得がいかない様子で、今まで莉子の実家に行ったこともあるけど、金持ちの雰囲気なんてなかった。誠一さんが莉子のお父さんだっていう証拠もないだろ。と詰め寄ってくる。私はため息まじりに真実を教えてあげた。
今まで私がソータを連れて行っていた実家はセカンドハウスなの。メインの家は別にあって、そっちで普段はお母さんも生活しているわ。はあ？なんでセカンドハウスを実家だなんて紹介するんだよ。これも私が資産家の娘だってことを隠すための対策の一つよ。本当の実家はこれ。そう言って私がスマホを操作して本当の実家の写真を見せると義母が悲鳴めいた声を上げる。この家、界隈では有名な豪邸じゃないの。都会の一等地に立つ私の本当の実家はお金持ち界隈では有名な超がつく大豪邸。唖然とする夫と義父母を前に父がごほんと咳払いをした。リコがひどい扱いを受けているというのは聞いていましたし、実際に今日この目で確認させていただきました。娘を家政婦呼ばわりするような方々と取引なんてできません。話を進めていた案件については白紙ということでお願いいたします。この父の発言に慌てたのは義父母だった。そんなことをおっしゃらず、家政婦だなんていうのはほんの冗談です。リコさんはいつもよくしてくださっていて、妻とも本当にいいお嫁さんが来てくれたと毎日のように話しているんですよ。な、サナエ。ええ、そうですよ。リコさんは料理もお上手で、在宅でお仕事までなさっていて、本当にご立派ですわ。すがるように媚びを売ってくる義父母に、父はわざとらしく首をかしげる。はて、おかしいですね。私が聞いているお話では、うちのリコは作った料理も食べてもらえず、在宅ワークも馬鹿にされて、嫌な思いをしているという話だったのですが。すべてを話して聞かせてあった父に、義父母が今さら何を言ったところで意味がない。義母はとうとう泣き出してしまい、その場にうずくまってしまった。夫の会社は今回の案件をもらえなかったら終わってしまうんです。今回の案件の利益を見込んで、すでに高価なものを購入してしまいましたし、旅行に行く計画も立ててしまいました。今さら白紙に戻すだなんて、そんなひどいことをおっしゃらないでください。ここで初めて知ったことで、私も驚いたのだが、義父の会社は、どうやら自転車操業だったらしい。あれだけ威張っておいて、と呆れる私に、父は、リコ、あれを出しなさい。と、淡々とした声で言う。私は隠し持っていた父の言うあれ。スマホの録音アプリを起動した。スマホから流れるのは、私を罵倒する義母の声と、それを笑っている、ソータと義父の声。義父母とソータは、顔面蒼白になっていた顔色をさらに悪くしながらその声を聞いていたが、私は容赦なく隠し持っていた離婚届をソータへと突きつけた。今までの暴言は証拠として貯めておいたの。もうこんな扱いには耐えきれない。離婚してもらいますから、もちろん暴言等のハラスメントで精神的苦痛も伴っています。慰謝料はしっかりといただきますので。ソータは最初は拒否していたが、父から、早く書きなさいと圧をかけられると、震えながら離婚届にサインをしてくれた。その後、私はエプロンを脱ぎ捨てて、父と共に義実家を出て、さっさと引っ越した。これで、ソータと義父母との縁も切れたと思っていたのだが、彼らは思っていたよりもしつこかった。実家に帰った私が穏やかな日々を送っていたある日、インターホンが鳴ったため、
モニターを確認すると、義父母が実家へとやってきていたのだ。無視しようかと思ったのだが、二人があまりにもボロボロの服を着ており、最後に会った時から比べると、随分痩せこけていたこともあり、何があったのかと思い、対応することにした。玄関で、何の用ですか?と尋ねると、義父が話し出した。あの後は、うちの会社は破綻し、借金をたくさん抱えることになったんだ。今は借金取りに追われる生活をしている。これはすべて、リコさんのせいだ。そうよ、あんな真似して一生許さないんだから。私を責める二人に、不快感を隠さずに私は尋ねる。ソータさんはちゃんと仕事をしていますよね。彼の収入があるでしょうから、そちらを頼ってはいかがですか?突き放すような私の言葉に、義母が発狂したように叫んだ。ソータは私たちを救おうとして、会社のお金を横領してしまったのよ。それで警察に捕まって、今は私たちと同じく借金まみれ。あなたが私たちを騙し討ちにしたから、ソータは犯罪に手を染めることになってしまったのよ。そうだ、責任を取って、セカンドハウスとやらに、俺たちを済ませろ。義母の言葉に同調して、ずうずうしいことこの上ないことを叫ぶ義父を、私は鼻で笑ってやった。あの家は、セカンドハウスと言ってはいますが、私たち家族のペットが暮らしている家なんです。もう他人なんだから、あなたたちを助ける義務はありませんよね。私を家政婦扱いして、罵詈雑言を浴びせ、嘲笑し続けてきたあなたたちを助けてあげる義理もありません。私に優しくしてくれたなら、助けてあげることを考えてもよかったんですけどね。自業自得の結末じゃないですか?私の冷たい言葉に、義父母は絶望した表情を見せる。私はもう面倒になって、二人に言い捨てた。お宅の会社は倒産してしまったんです。恥も外聞も捨てて、バイトでもパートでもして、頑張って生きていってください。それでは。待ちなさいとわめく義父母を置いて、私は玄関のドアを閉じて、鍵をかけ、チェーンまで取り付ける。それでも玄関前で叫び続ける二人は、かなりうるさかったが、無視していた。しかし、それがいけなかったのだろう。近所の人が迷惑に思ったようで、誰かが通報したらしく、実家の前にパトカーがやってきたのだ。二階のベランダからこっそり様子を伺っていると、義父母はパトカーに押し込まれるようにして連れて行かれてしまった。それからは義父母の姿を見ていない。生きているのかすらわからないが、あのずうずうしさを持つ二人のことだ。どこかでしぶとく生き抜いていることだろう。私はというと、在宅ワークで学んでいた知識を生かして会社を立ち上げた。今は女社長として忙しい日々を過ごしている。実家が資産家であるため甘えることもできたのだが、私は自立して頑張って生きていきたいと思い、この道を選んだのだ。慣れない会社経営は大変なことも多いが、やりがいのある日々を送ることができている。あんな夫と義父母とは縁を切って、新しい一歩を踏み出せたことを、良かったと思う日々が続いているところだ。これから私は、自分の会社を大きくし、父に並ぶ会社にできるよう、頑張っていくつもりだ。